紫殿一戦をご存知ですか？その技はただの言い伝えであろう。琵琶法師は本当のことだとおっしゃっていました。あちこちの村で法師の噂を耳にすることはあったが、今は小松の火事場の近くにいるはずです。もしお話通りの強力な技であれば、敵に使われてはひとたまりもないでしょうね。小物の焼き払われて塵しか残ってない。本当にお侍様だったのか？見た目はそうだ。それだけじゃ分からないだろう。用心しないとね。行く先々で女が行方知れずになってるって聞く。太刀についての御用があればお役に立ちましょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。いやー、凍えそうだ。小田を生き延びたお侍がいるって。志村様のことだろう。違うよ。どうやら弓を見て差し上げましょうか。私ならばあなたの弓の力を引き出せます。それは頼もしい。ぜひ見てくれ。もったいないお言葉。では素材をお持ちくださいませ。その後は私が。こちらでいかがでしょう。では、またお越しくださいませ。寺がなかったらどこに逃げてたら。考えても仕方ないさ。そうはよ。いつか穏やかな旅に出ようか。
欲しいものは強い酒とうまい飯と休息。おなごも。Senin stebe, yamarın egem harbu. Ten twin. ただより公のお話をご存知ですか？名は知っておる。してどのような話なのだ？その鎧は身につけた者に力を授けると言われています。誤った者の手に渡れば災いが起きるとも。災いとは恐ろしいな。話の子細を教えてくれ。鎧についても。でしたら琵琶法師が力になれるはず。あざもと筒の境の
川の近くにまだいると思います。どうだったか、お助けを。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の打ちたる土より稲妻の獣入れたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて、義人対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず、阿弥陀したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なでぎりで最後の獣が発るほど雨雲去りて空は晴れ、対馬は子供なかりけり。その後重則隠れすみて出会う者もまれなり、類いなき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げるとそやつも。始末をつけさせねば。王子が言っていた橋、鳴き声がする。どこだ？お侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか？知り人でした。子が安平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか？忘れたくて忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。爪の跡、急いで逃げたのか。
古賀について他に知っておるか。幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ蒙古襲来の折に戻ったとか。その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先敵陣があるようだ。蒙古だ。隠れろ。一番手は誰だ。安平という者を追っておる。さっきまで櫓におりました。まさか蒙古と。はい。ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。櫓を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。どこも賊だらけだ。罪のない連中を殺して食い物を奪っている。小川は何をしておった。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は蒙古にも伝わっておる。古賀は奉仕の語りと比べたのか。試合場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけねば。お前がいてよかった。よし、集めたのか。走れ、かけ。何も知らない。
このうめき声だ。ささやける草覆われてサモラエリ、月影ばかり道を照らさん。犯人は猛虎を連れた男か、うん、祖父から四殿一線を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。させるわけにはいかぬ。
撃ってこい。誰かが切り倒して渡ったようだ。侍様ならきっと対馬をお救いくださる。逃げられそうか。
体は動きますが、猛虎が川の上の辻から見張っとるんです。アザモの方には危うくて行けません。始末しておこう。お前が連れてきた猛虎だ。試合場に違いない。古賀は何をしておった。古亀、なぜ殺した。いつからあるのだろうな。足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきたのだ。おじ上に会うことはかなわぬぞ。あのじじいから死に際に死殿一線を授かったぞ。その身で受けよう。随分とのろまだな。それは違う。この場で見極めた。から何も学んでおらぬようだな。技のみでは俺には勝てぬ。
かような才もがあろうか。対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。
中張ろう。あたへちばっさん。こちらの精鋭を出せ。
失うぞ。生き延びた侍がいない。ただよりなる者の負が。お侍、どうぞこしらへ。面白い話を知っておるようだな。アザモで会うとは驚いた。お互い民が求める地へ行くようで、あなた様にも益ある話。幾百とせの昔か、長尾忠頼公、音に聞こゆる弓取りなり。さとき一社にて矢先外れず、弓矢八幡の覚え意図めでたく、弓取りに鎧を賜る。軽けれど仇ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、アザモ浦の民を皆殺しにせんとす。民は皆走り散れど、ただより公八幡の鎧をつけ一人で立ち向かう。海賊ども押し寄せるに、ただより公を引き固め矢を放てば、およそい殺し、残りし者の刀も鎧を通らず。
幾とせの後、忠頼公往生のほど八幡の鎧も消えうせっけり。人の曰く忠頼公の末裔なる者これを持ち、ただ対馬を守る強者の尋ね来るを待つ。紫の冠という地が忠頼公の言い伝えの中に残されています。そこは阿座もの北にあり、紫の菊が咲き乱れ、忠頼公もよく参られたとか。猛虎を倒すためならば手段は問わぬ。良い鎧なら手に入れたいものだ。比類なき鎧にございます。そして紫の冠で今も眠っているはず。